アウストラレ高原は火星の南極に位置する高原である。名称はラテン語の南の平原に由来する。高原は南緯75度付近から南へ広がっており、中心は南緯83度54分統計160度00分、分南緯83.9度統計160.0度、マイナス83.9160.0付近に位置する。 この地域の地質学的調査は、かつてアメリカ航空宇宙局のマーズポーラーランダーにて探査が試みられたものの、同期は火星の大気圏への突入時に通信が失われたため、失敗に終わっている。2018年7月、欧州宇宙機関のマーズエクスプレスのマーシス、レーダーによる観測結果から、この地域の氷床の地下 1.5km の深さに、 幅2 0トルにわたる氷抵抗が存在するとの研究結果が報告された。これは火星で発見された初めての安定した液体の水である南極地域の地形図。アウストラレ高原の周囲にはクレーターが点在する平野が広がる。アウストラレ高原は部分的に水の氷と CO2 の氷からなる厚さ3トルの永久の極間に覆われている。 火星の冬になると季節性の氷感がこれらに加わり、その範囲は南緯60度付近まで広がる。これら季節性の氷感は厚さは1メートルほどである。氷感の広さは地域的な気候変動により縮小している可能性がある。惑星全体の気温が上昇しているという説も主張されているが、探査機とマイクロ波によるデータでは火星全体の気温は安定しており、 むしろ寒冷化の可能性を示している。1966年、レートンとマレーは火星の両極には大量の CO2 が氷の形で蓄積されているとの仮説を発表した。しかし、今日では極寒の大部分は水の氷で構成されていると考えられている。両極の氷寒のうち季節性の薄い層は CO2 と見られており、 南極ではさらにその下に8から10メートルの永久の CO2 層があり、さらにその下に分厚い水の氷の層が広がっている。CO2 の氷は水の氷と比べてもろく、CO2 では厚さ3キロメートルもの氷管を長期にわたり安定して存在させることはできないと分析されている。NASA のマーズリコネッサンスオービターのシャット氷管2レーダーによる最新の研究では、 アウストラレ高原の地下に存在する CO2 の氷の量は現在の火星大気の約80%に相当すると見積もられている。エサのマーズエクスプレスのデータによれば、氷管は主に3つの領域から構成されている。1つ目は最も反射率が高い領域で、この領域は CO2 の氷が85%、水の氷が15%を占めている。二つ目は、 氷管から周辺ののの平地への斜面を形形成成してていいるる領域ででほぼ水の氷で形成され三つ目は氷管を囲む永久凍土の領域で斜面から数十キロメートルにわたって広がっている。永久の氷管の中心は南位90度の南極点ではなく、そこから北に約150キロメートル離れた地点に位置している。火星の西半球にはヘラス平原と アルギル平原という二つの大きな衝突盆地が存在しており、これにより、氷管の上に移動しない低気圧が作り出される。その結果、氷管には白い雪が降り積もり、アルベドが高くなっている。これは、雪の少ない南極の東側が黒い氷で覆われているのとは対照的である。間欠線により形成された暗い砂丘の拡大図。火星の間欠線。 アウストラレ高原には、オーストレイル・リングやらと、プロミシー・リングやらと呼ばれる二つの小さな領域が存在する。また、プロメセイ、カズマ、ウルキマム、カズマ、カズマ・アウストラレ、アウストラレスルクスと名付けられた谷が存在する。これらの谷は、格好風により形成されたと考えられている。また、アウストラレ高原には、クレーターも点在し、それらの中で最大のものは、 マクマードクレーターである。季節により凍結と解凍が繰り返される結果、氷管の表層1メートルの CO2 の氷の層には、太陽光により雲の巣のように放射状にえぐられた地形が形成される。消化した CO2 は氷の内側で圧力を増し、間欠線のように暗い砂か泥の混じった冷たい液体を吹き上げる。宇宙からの観測によれば、 このプロセスは数日から数週間、数ヶ月という地質学的には極めて短い時間で起こっており、ほとんど地質学的な変化がない火星では、極めて珍しい。火星の間欠泉の調査に向けて、マーズカイザー・ホッパーという着陸機が提案されている。地下の氷抵抗の一餌のマーズエクスプレスのマーシス、レーダーによる観測結果から、 アウストラレ高原の南位81度統計193度、南位81度統計193度、マイナス81193付近の氷床の地下1 5km の深さに幅 20km にわたって液体の水の湖が存在するとの研究結果が報告されている。氷床底部は約摂氏68度と極めて低温ながら、 水には大量の塩類が溶解しているために、凝固点効果が起こり、液体の状態を保っているのではないかとも言われている。しかし、波長の異なるマーズリコネッサンスオービターのシャーと、レーダーでは発見できなかったことから、水で飽和した堆積物の形をとっている、可能性も指摘されている。ありがとうございます。